とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー攻略やっていきます。今日は、21階から30階、まあ、最後のところまでですね、やっていきましょう。20階の報酬で森の矢筒、これを取ったところから、スタートします。いきなり、21階は、海底ですね。ここでいきなり森の矢筒が活躍します。で、戦う場所を真ん中じゃなくってこのね、右か左どっちかで、決めてください。そうするといいですね。真ん中で戦うとどうしてもね、敵がワンサが来るのよ。あぶねえ、あぶな、極力敵は、あ、危ない、これ、息も、やぶねえ、息が続かないと思った。うん、まあ、どっちかでやると、全部の敵が来なくて、やりやすいです。で、片方倒してしまえば、あとはね、森の矢筒で、もうガシガシ撃ってください。もう、自分からね、行くとちょっと危ないので、矢を撃って逃げる、そんな感じがベストです。もうとにかくトライデントが痛いのよ、敵の。終わりー。あー危ない、死にそうだった。まあ注意してやってください。はい、でここ報酬でアップドラフトの章、これ使いましょう。取ってください。アップドラフトの章は今回のアップデートでかなり強化されてます。ダメージが増えて、そしてあれかな、ダメージ危ねえ増えて、最終用時間だ、あれが短くなったんです。はい、これだったら遠くからね倒すことができるのでお得です。いくぞ。でここら辺から矢を打って長弾させて倒していってください。でアップドラが溜まったら打ち込んでください。もうほんとね、優秀、むちゃくちゃ優秀です。危ねえ、アップドラナイス。よっしゃ、いけるか。ああいけない、危ない、落ちた。あそこも気をつけましょう。でお前か、まあこの辺からなんか安全に倒してから進んでいってもいいですよね。よしよしよし、ここら辺からね、森の矢筒とか打っていってもいいんですよ。で、あとは、上の方に2体3体いるかな。うん、まあアップドラフトの章もしくは森の矢筒で終了です。終わり、22回クリアでーす。はい、報酬いりません、何も取らなくて大丈夫ですね。で進んでいきます。ここもね、この真ん中のところで戦うとめんどくさいんですよ、敵がめちゃくちゃ出て。なのでちょっとこういう感じで下に降りたところで戦うといいですね。うまいこと矢を使ってプラスアップドラフトの章っていうのがベストです。あ、でちゃんとね、この地雷を使って足止めするっていうのも重要ですよ。いけ、アップドラフト。あ、まだ来るか。まあ、とにかくアップドラフト本当にね、アップデートで使えるようになったので、おすすめです。終わりだ。あ、いや、まだあっち側がいたか。で、あっち側の雑魚なんかも、まあ、槍で叩いても倒せるんですけども、こうアップドラフトでいくと気持ちよく全滅させれます。終わりだ。23回。クリアですね。今回のね、タワーからなんかこういうめんどくさい場所が増えたよね。はい、ここ報酬いりません。まあ強化ゴーレムビルドをやる人はここ取らなきゃいけないけどね、俺は今回ゴーレムは取らずに弓で行ってるのでいりません。ここちょっとめんどくさいです。ここめんどくさい。うん、まあやることはいつもと同じ。
とにかく、前に出すぎない、極力後ろの方から敵を処理していくっていうことですね。ここも、エンチャンターが何体かいます。なので気をつけてください。 OK、 あープロラフト、あぶねえ、あー固まった、あーね固まると本当にやばいよね。よし、エンチャンター先に倒したい。よっしゃ、転がってけ、いいね、いいよ、いた、 OK かな、アップクラフト、ナイス。で上に結構いますね、危な、ドン、よし、ここは近接がいないので、アップドラフトで一気に行きましょう。ナイス。あっち側にもいるよね、ちょっと。オッケー。よし。あー、降りてきた。よし。で、あとは下の、一番下側か。と、ゴールの間近を倒しておしまいです。終わりだ。矢が291本、まあまあまあもう持つかな、大丈夫でしょう、森の矢筒もあるし大丈夫と思います。24回クリアです。ここ報酬いりません。いきましょう。エンチャントポイントは溜まってるんですけども、まあなんか入れたい人は入れてきてください。あ、でここがね、あれ、タワーガードだったっけ、盾を持ってる槍のやつがね、4体ぐらい出てくるかな、あれが来てちょっとめんどくさいんで注意してください。矢を使うときには要注意ですね。あいつ変更がもともとついてるので、それだけはちょっと注意してください。あぶね、あぶな、あぶねえ、アップドラ、よし、まだいるね、いたいた、はい、 OK、 盾さえなければあとはもうね、アップドラフトとか弓を打って大丈夫なんでね、弓を盾を持ってる時は本当要注意です。森の矢筒とかを跳ね返されるともう一発で瀕死になるかもしれないね、それぐらいダメージ受けるので注意しましょう。はい、でここ、何もいりません。まあ欲しい人はドラを持っていってもいいかもしれませんね。ドラと、なんかを交換っていうのも、まあ俺は、このまま進みます。で26階です。26階特に問題ありません。まあ、敵がね、下からと上からと挟み撃ちしてくる感じになる時もあるので、まあ真上に行かずにここら辺でちょっと処理をして、でそしてまた戻って倒していく、そんな感じをするといいのではないでしょうか。まあまあそんなに気をつけるまででもないけどね。よっしゃ、あとは、あと1体ぐらいじゃない？ここもザコインですよね。特になんもない。26回クリアでーす。ここは問題ないね。はい。んで、地雷を新しく変えていきましょう。ダメージがね、やっぱ段違いなんですよね。3倍ぐらいダメージが増えるので、地雷はいいですよ。で、ここ、敵多いです。ウィッチも出てきてめんどくさいので、早めに倒したいところですけども、あまり前に出すぎてもダメですね。なのでここら辺後ろの方に陣取って弓を打ちまくる、ただそれだけで OK です。とにかく弓を打ちまくるですね。あぶね、手前に出てくるとねちょっとめんどくさいですけども、手前に出てくるのは何回かだけ。
いけ。終わりかな。まだいた。基本的にもう最後の方になると近接攻撃はそんなしないですもんね。そんなにしない。基本弓だけです。あ、でここで狩人買いましょうね。性能はそのままで、さらにクールダウンと雪玉をつけることができます。んで、まあ余ってるからラッシュとかをちょっと入れちゃったりしてもいいんではないでしょうか。ラッシュはね、攻撃受けた時に安全になりますので。で、ここもね、下の方で戦うと、ちょっと敵が多いです。なので、先ほどと同じく、ここら辺、後ろの方ですね、に陣取って戦うと、いい感じだと思います。まあ、うまいこと、地雷をね、設置して、敵が近づかないような状態を作ったりとか、まあ、そういう感じで戦ってみてください。はいはいはい。いいね。やっぱりね、雪玉とかものすごく使える。しゃ、はい。では、通常ステージはもうおしまいですね。あとは、商人に行ってボスということです。いきましょう。報酬は何もいりません。で、ここの商人でメインウェポンである輝くハープクロスボウだよね。これを上げましょう。125。もうこれだけで OK です。うん。最上階のボスは特に問題ないですね。問題ないと思います。まあ、ドラがないにしても全然余裕です。森の矢筒、そして地雷で雑魚が出てきたらアップドラフトとね、そういう感じで戦っていけばいいですね。もう地雷が自分が踏んでもダメージがなくなりましたので、もう余裕です。しゃ、ちょっとね、雑魚が出てくるとめんどくさくはなるんだけども、アップドラフトとかあれば特に大丈夫でしょね。 OK、 あと少しでおしまーい。あと1回召喚するかな。で、こいつはね、まあ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 言わずともわかるとは思うんですけど、近づいとかないとダメですよ。こいつは離れると、遠距離攻撃してくるので、それでやられることがあると思います。なので基本的にはぴったりもうベタ付けしてください。その方が倒しやすいですね。はい、ということで、今日はタワー攻略やってみました。まあ、抑えるべきところを抑えていけば、問題なくクリアできると思います。まあ、あと4日ぐらいしかないんですけどね。うん。まあまあ、頑張って、回っていきましょう。報酬見てみます。なんだろうね。ほんとね、黄金がね、もうしょぼいな。もうしょぼいっていうのがもう、わかる。何？旋風さんか。はい、いりません。はい。ということでね、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。